塾では受験相談を全校舎で受け付けております。校舎でもオンラインでも対応してます。詳しくは概要欄から。武田塾チャンネル。皆さんこんにちは。武田塾お茶の水本校校舎長清水です。武田塾教務の高田です。皆さん武田塾チャンネルのチャンネル登録とこの動画へのグッドボタンよろしくお願いします。今回のテーマは、はい、現代文って勉強する意味ありますかというテーマで話したいと思います。まあ、現代文ね勉強してもそんな成績変わんないでしょと、はい、何かを覚えるわけでもなくということで、まず結論から話すと、はい、まあ、当たり前なんですけど現代文勉強すればちゃんと成績上がります。僕らも高校生の頃振り返った時に、はい、現代文やっても意味あんのかなみたいな変わんのかなみたいな感情って確かにありましたよね。語弊を恐れずに言えば、はい、わけわかんない科目でした。あ英語だと単語覚える文法覚える、はい、数学だったらね問題覚える2時間数覚えるみたいな、はい、やること見やすいじゃないですか、はい、現代文って何したらいいかわかんないわけわかんないです。で現代文の成績の伸ばし方って確かにいくつかあるんですよ、うん、でその中でめちゃめちゃ大事なのが正しい文章の読み方を知るということです、はい、皆さんが、現代文の、まあ、模試の問題とか学校で渡されたなんか週末課題とかそんな文章を解くときって、うん、どんなことを意識しながら読んでますかと。で多分ほとんどの高校生は何も意識せず漠然と読んでると思うんですよ。で現代文できる人は現代文のルールを意識しながら読んでるんですよ、うん、なんだそれはって感じですね。そうなんです、そうなんです。話し出すとキリがないんですけど柳生先生が書いたゼロから覚醒始めよう現代文、うん、この本に現代文できる人ってこんなことを意識しながら読んでるんだっていうことが全て書いてあります、はい、普通にやって1週間、まあ、本気に出せば丸1日とかで終わる本なんで、それで現代文の考え方が変わると思います。今すぐ書店に行って買いに行ってほしい、はい、もしくは Amazon ポチってほしいですね。そうですね、まあ、例えば例を話すと、はい、で接続詞が大事だって言ってるんですけど、これ何かっていうと例えばしかしという接続詞があった時、はい、これ逆接の接続詞で読んでるんですけど、前に話してた内容があってしかしってきたらその前の内容と、ま、あの反対の内容が後ろに来るわけじゃないですか。でしかしで前の内容を打ち消してるから筆者の言いたいこと筆者の主張っていうのはしかしの後ろに来ることが多いんですよ、うん、これを知ってたら現代文の文章を読む時ってあしかしが来たとあじゃあ後ろ大事なこと来る可能性が高い注意して読もうっていう風に接続詞っていう日本語のルールを意識して、筆者の言いたいことをつかむことができると思うんですよね、うん、でこんな風に、まあ、接続詞を意識するとかあと他にも助詞を意識するとかね、はい、指示語を意識するとか、まあ、そういうあの現代文のルールみたいなものが書かれてます。それを知ってるか知らないかで文章の見え方が全然変わってくるので、はい、現代文本当に成績伸びるのか疑問って人はゼロから学生始めよう現代文をまず手に取ってみて読んでほしいなと思います。なんか清水先生、はい、ちょっとこう撮影前に話してましたけど、はい、なんか高校生の頃の自分に言いたいことがあるみたいな、はい、今すぐゼロから学生をやって現代文をちゃんと問題集で解きまくってほしいっていうのがあってほしくて、武田塾の現代文のルートをちゃんとやって、はい、なお現代文が苦手です国語が苦手ですという人をほぼ見たことがないですね。そうですね、正しいやり方でやれば、はい、みんな伸びてますね。そうなんですよ、まあ、だから少なくともこの動画を見てくれたみんなにはいち早くそれに気づいて実感してほしいっていうのがあって、うんうんうん、僕も早く実感したかった、うん、高校生の時にってめちゃくちゃ思うんですよね。だからむやみやたらと文章をただ読んでても伸びないし、うん、正しい現代文の読み方解き方を知って、はい、それをこう実践していくことで伸びるんです、はい、実は。なんでぜひ皆さん現代文伸びないと思わず、今紹介した本を取ってみて現代文のルールを学んでください、はい、今回は以上です。武田塾お茶の水本校のここがすごい、校舎長がすごい。校舎長は大学受験のプロフェッショナル。講師陣がすごい。東大医学部総計という最難関大学の講師が指導。合格実績がすごい。偏差値30代 E 判定から東大京大医学部総計への逆転合格者続出中。自習室がすごい。都内最大級を誇る自習スペースを完備。受験相談がすごい。無料受験相談で大学学部別の個別カリキュラムをプレゼント。武田塾お茶の水本校の一日はこちら。